皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター幻獣防衛戦からですねやっていきたいと思います。バナに話しかければいいのかな。準備は良いかな。いいえ、ちょっとみんなに話そう。え、ちょっと待って、変わったこれで装備整えろってことで、ティナやったでしょ。じゃあロック、一応最強にしておくか。で、エルメスの靴、ロックにエルメスの靴はもったいない。そしてハイパーリストももったいないので、どうしよっかな。主力メンバーをどうするかだよね。セリスは入れておくか。イヤリング、あ、でもこいつなんか魔風剣使いたいからな。ダッシュズでいいや。これダッシュズ効果あんの。開演一応最強、ハイパーリスト、エイドが二刀流を誰にするかなんだよね。マッシュってそもそも武器あったっけ。ミスリルクローとメタルナックルしかないのか。スナイパーアイ外して、いやでもオーラキャノンがあるからな。で、機械使うでしょ。ってことはなんか今源氏の固定を有効活用できてないからな。メンバーとしては、まあ、セリス入れて、エドガー入れて、マッシュ入れて、盗むとかはいらないからカイエンでいくか。よし、これでいこう。準備は良いかな。はい、説明は聞かない。あの、振り分けてボスを倒すっていうだけだから。セリス、エドガー、マッシュ、カイエン、ロック、ティナ、ガウ、 OK です。突撃させるから。すべて決定。どれ、これか。来るぞ。まあ、でも仲間が多いとね、こういう使える機会があればずっと同じメンバーで行くっていうのもね、味気ないから。さて、早っ、めっちゃ早っ。邪魔だ、消えよ。敵のほうが、エルメスのほうが飛び出せよ。オートボーガン、必殺技はまあオーラキャノン。あ、失敗した。で、魔法ブリザード、まあまあまあ、まあ、回復役も兼ねてるからね。で、そうするとエドガーだな。早急にオートボーガン打って全体攻撃をする。で、じゃあカイエン、ハイパーリストに、ハイパーリスト、ちょっと待って、どんくらい攻撃力が上がってる。あ、ハイパーリスト、ダブルハイパーリスト意味ねえや。ちょ、こいつ源氏のこと処理させよう。虎鉄アシラ、よし、これでちょっとやってみよう。バックアタックだからなんでだよ。どういう原理でバックアタックになるんだ。振り上げる。で、ひたすらで、これ二刀流だから普通に攻撃した方がいいでしょ。ゲッ、ルンブレッドっぽい、やばい。最強にしたからルーンブレードになってるな、多分。だよね、ルーンブレードもマジでやばい。来た、壁になってきた。こいつだからなんで魔導バリア、かっこいい、強い。魔導レーザーやるな。しかもオーラキャノンヘビーアーマーにいたし、まあまあまあ悪くはない。キャノン本当強えな。レベルアップ。こいつが死ぬの。あ、こいつあれだ、動き回ってるやつだ。そうだそうだ、思い出した。ヘルズハーレー、磁場転換、逆になるよね。セリスが後ろに下げられた。反撃、後ろに下げられた。てか牙でよくないじゃん。二刀流結構微妙。バンドエク消えよ。で、ケアルがあるからケアルから使った方が
万端ではいくか。終わりだけいくか。上司が無能だから。ザコも無能しかいないんだよ。だって必殺剣牙ってさ、どんくらい当たる？強い。二刀流より全然強いんだけど。これブラックベルトとあれつけるのいいかもな。ブリザラ、ブーダ、意外に使える魔風剣、まあ、魔法主体のキャラだったらね封殺できるからね。その代わり回復曲かな。とうとう早い。何もくんない。安らぎの指輪、なぜケフかそんなものを装備している。かわいそうな部下たち。これ別に死んだわけじゃないね、多分逃げてったんだよね。逃げ足だけは早い。氷漬けの幻獣、生きているようでござる。冷凍睡眠してんだろ。冷凍保存だ。ロックとかこれ落とされてたら完全に死んでただろ。みんなとばっちりを食らっている。幻獣とティナが反応している。結構溶けそうな勢いだよねこの感覚。教えて、私は誰。幻獣と反応する。幻獣から離れろ。パワーをもらった。飛べるのがすごいよね。まあ、半分幻獣みたいなものだから空飛ぶ幻獣もいるもんね。そりゃそれがただ人型になっただけ、それだけのこと。なんか地図があるからどこに行ったか分かりやすいんだけど。結局めっちゃ戻ってきたな。ロックが一番重症か。ティナはどっか行ってしまった。まるで幻獣だった。気がついたか。みんな起き上がってんのに。2回吹っ飛ばされたからか。ティナに何かが起きた。幻獣とティナには何か関係があるのか。目撃した者の情報によればフィガロの西ものすごいスピードで飛んでいった。結構目立ったんだね。帝国はまたナルシェの現状を狙ってくるかもしれない。バナン様の護衛も必要。元帝国の兵士だけど助けなければいけない。二手に分かれよう。これナルシェを守るって言ってもさ、別にナルシェを守るイベントがあるわけじゃないからね。ゴーリングか自動類に何か手がかりがある。最初ナルシェを守るイベントがあると思ったからさ、1,2,3,4,5,6人いるじゃないですか。パーティー 3,3 に分けないといけないって思ってさ、
3人で行ったからね。まあフルメンバーで行きますか。と言ってもまあセリス入れるでしょう。基本的にもうここら辺キャラ決まるよね。まずガウは絶対入れないからね。はい、オッケーです。で話せば一応交換はできる。バラン様いるな、一応話していくか。光になって西の方へ飛んでいった。ティナを助け出してやってくれ。気にはかけてるんだね。あれ、あ、この時計ってなんか入ってたっけ。入ってた、エリクサで、あとはちょいちょい漁りますか。これ使っていいの。鍵がかかっている。どうすれば開くのか。リフレクトリン、盗賊の腕は、ハイパーリスト、ハイパーリスト多いの。盗賊のナイフ、イヤリング、イヤリングもそれ5000円。盗賊の腕輪って多分ブンドルになるよね。違った、ちょっと待って、一回整頓して。こっちじゃないと、あ、成功率がアップか。それはいいな、つけとこう。で、あとはなんか盗賊のナイフ、あ、これがブンドルことのあるか。で、ダッシューズじゃなくてイヤリング、イヤリングにしとこう。ダブルイヤリング2つつけると効果アップって。ハイパーリストはそんなことなかったんだ。で、ブラックハイパーにしとくか。じゃあ、あれ、源氏の固定カイエンが持ったまんまじゃん。てかロック攻撃しかしないからさ、ちょっとカイエンから源氏の固定パクってこよう。盗むは別に攻撃に転ずるわけじゃないからね。ちょっと一回変えて、ちょっと回変だけでいいや。いっぱいいる。で、全部外そう。お前はこれでナルシを守れ。でロック、はいはいはい、メンツは一緒で、ロックに盗賊の腕輪と源氏の固定で、盗賊のナイフ、エアナイフ、よし、これで多少火力が出るでしょ。で、エドガーは機械使うでしょ。で、セリス魔法があるでしょ。セリス下げとこう。で、マッシュは必殺技、完璧だ。で、ダッシューズ別になくてもいいよね。あとなんか宝ある、どっかに。一応防具屋さんがあるな。あれ、ここじゃなかった。あ、ここあった。ミスリルシールドか。アイアンヘルム。シルクのローブ。あ、ちょっと待ってね。なるべく魔力を上げていきたいから、セリスは。魔力プラス5、めちゃくちゃでかいな。で、シルクのローブ。防御力下がっちゃうけど、それはしょうがない。魔法防御とかだからな。アイアンアーマー、いや、ミスリルシールドか。そうするとこれを3個、違う、2つでいいんだ。ロックが二刀流だからこうでしょ。で、最強にするとちょっとめんどくせえことになるから、で、こう。ミスリル製なんだかんだで使ってるな、最初からある割には。フィガロ城、砂漠に潜って降臨源まで行ける。ここで武器とか揃えなくてもいい気がするんだけどな。グレートソード、ミスリルクロー、お手つ、エアナイフ、チェーンフレールとか、円月輪がある。ゲッ、ロック装備できんの。円月輪二刀流でよくないか。で、後ろから円月輪で二刀流できんの。5000円する。2つ買うと、まあいいや。ちょっとやってみよう。円月輪、円月輪。いいね。で、そうすればロック後ろに下げられるわ。
これでダメージ抑えられる。もう後ろに行くだけでダメージだいぶ変わるかんね。でいいものジュエルリング石化かー。バリアリング、え魔力プラス2。でもさ魔力プラス2とさあれどっちがいいの、イヤリングって。そういや安らぎの指輪とか手に入れたよね。混乱バーサクを防ぐか、精神を安定させる。ケフか。そんなもんつけてたのか。まあ、確かにあいつは精神安定させた方がいいからな。安らぎの指輪をつけても精神安定してないからな。まあいいや、もう出よう。で敵は多分変わんないかな、ここら辺は。盗賊のナイフってたまに盗んでおく。円月竜の力を見よう。和風剣無駄。せっかく円月竜買ったけどね、2個5000円かかってるからな。金をかけて結局使わないとか無駄でしかね。ゲッ下からいけねえし。これどっから移動するんだっけ。こっちだよね、こいつだ。山脈を越えた砂漠にご案内、降臨で行く。これは本当にすごすぎるでしょ。どういう原理なの本当に。道でもできてんのここ。城一つだよだって。そしてこいつらが行ってる間は降臨源前にずっといるからね、この城。こいつらの勝手な都合で。で降臨源に行けるんだよすぐに。ここでまた新しいアイテムがあったらどうしよう。私はあれ好き。本当に怪物だったのかしら。ピタッと止まって優しい目をしていた。武器、防具や、あ全部連なっている。手裏剣がだ、そう、あカトン大臣とかあるじゃん。そうなんだよね、ここシャドウがいるんだよね実は。ねじり鉢巻きとかは変わらずか。エーテルが売ってんね、たっけ。テントちょっともう一個くらい買っとこう。テントも高いんだよな。だからレイチェルは死ぬ直前に記憶が戻った。ロック、そうここにはそれがいる。あ家ボロボロされたの、こいつ一番かわいそうだな。コロシウムも作る。またあったな、俺に構うな。これ3人だとね仲間にできるんだよね。でも金の分働いてたらどっか行っちゃうからな。でも水遁とか雷神とかあるんだったらちょっと使ってみたい気はする。一応見よう、イベント。守ってやれなかった。今日のトレジャーハンティング、すごいお宝が眠っている、そいつを見つけ出す。そのすごいお宝ってさ誰が隠したの。レイチェル、気がついたか。何も思い出せない。すげえ吹っ飛ばされてんな。前のせいで娘は記憶喪失になった。誰か知らないけどみんなが辛い顔する。辛いことだ。あの子はまた新しい人生を見つける。お前がいたらそれもできない。
あれから1年、ここに戻った時帝国の攻撃によってこの世からいなくなっていた。死ぬ直前に記憶が戻った。で、結局さ、レイチェルの家族も殺されてしまったのか。エリクサーを残して。で、ここの家、これ後ろに扉がある。久しぶりだ、久しぶりだ。宝物。永遠に年を取らずにこの姿のまま。その薬本当に効くんだな。大事な人の亡骸はこのまんまの姿、永遠に保存される。さまよえる魂を呼び戻すことができる。幻の秘宝、生き返るかもしれない。代わりなのか、セリスは。さあ、それじゃあもうこの町は用はないかな。もうちょっと町の中調べてもいいかもしれないけど、とりあえず北のコロシアムを作っているところに行きますか。しびれさせる、単純だな名前が。まあ、プリザードを使っていこう。100、100? あった、今見てなかった。ちょっとじゃあ前に出して、なんかいいの盗めたらいいからね。盗賊のナイフにしとこう。回避率かなり上がんな。シャドウ使ってみてもよかったかもね。投げるがいっぱいあるから。竜の首の家、どういう家だよ。なんかないの。あった、ブレイブリンク。え、ブレイブリンクってどうしようかな。そうだよね、物理と魔法攻撃とか結構いいよな。人間が最も美しく輝くとき、争い、コロシアムを作ろうと頑張っている。こいつ結局一人で作り上げたのかな。誰の援助も得ず、スポンサーも得られないまま。まあ頑張ってて。バルちゃん、攻撃キャノンマジっつえ。あ、それ機械って買い替えられるっけ。新しい機械が売ってた気がするんだよな。オートボーガン使ってるけどさ。お、盗めなかった、悲しい。いいね、やっぱりイヤリング2つつけてから火力は高い。星肉とか持ってんだ。ちょっと寄り道、フィガロ城で、あれ、イベントが始まった。ちょっと城の中見てくる。どこだ売ってんのは。マッシュが帰ってきて、城の人たちは誰も何も言わないな。王様から代金だ、気にせず取っておけ。3 BM がある。で、ドリル。ドリルってどうなの。敵一体だよね。お帰りなさいませ、エドガー様っていうか、マッシュ様は。イベントどこで見るんだか分かんねえんだけど。
あれこっち行けんのか。お、宝箱あんじゃねえかよ。フェニックスの。いない。あいつはどこ行ったんだ。こっちではないか。あれ、ここあれだ。ローには近づかない方がいい。これあれなんだよね、出せるんだよね。ロー出せなかったっけ。出してもろくなことないけど。俺も行く。ま、ちょっと先へ進みましょう。ちょっと待って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 、オートボーガン鳴ったままだ。何このオーラキャラの強さ。オートボーガンが出て150強か。で3ビー100とか異常なんだけど。ミスリルナイフ、それ盗むの確率アップしてんのに、さっき盗めなかったし。サンビーム、おお、すげえサンビームっぽい。マッシュ早く、オーの前覚えねえかな。そうすればもう全体攻撃連発して仕留めるのに、ブリザードも全体にしてさ。暗闇とかおまけだよね。今の適正レベルどうなの。そういえば、普通の戦闘では苦戦はしないけどね。フェリックスの、あれ街に入れなかった今。ジドール、世界で最も西にある街。なんか武器と防御ばっかり言ってんな。ホワイトドレス、欲しい。ミサイルプレートとか持ってんじゃん。金がねえよ。あれ忍びの衣って何で持ってんの。力が3も上がるじゃん、ねじり鉢巻き。なんかもう防御力よりこういうさ、付加価値のあるものがいいよね。買うか、悪くはないね。防御力下がるかもしれないけど。アイアンヘルム、力、素早さ、体力、めっちゃ上がるわ。で、セイス、ただシルクのローブ装備してるけど、ああ、魔力プラス4か、でかいな。ここチョコボ屋さん、武器屋さん、カイザーナックルが売ってる。ナックルが売ってるけど、小立ちが売ってる。これはシャドウ用か。カトンとか高えな結構。敵全体か。すげえシャドウ入れてんだけど。ゾゾの町まで行けばシャドウもう抜けないかな。階級制度、南が中流、北が上流。オペラ座、オペラ座とかちょっとめんどくさいんだけど、正直あんまりやりたくない。安らぎの上売ってる。バリアリングも普通に売ってる。でここは、ああ競売場か。もうできるんだっけ。今日はもうおしまいだよ。初めて来た。貧乏人が来る場所ではない。今日いっぱい買おうね。もう終わったんじゃねえのかよ。でティナの話が聞ける。あ、北の山脈の方へ行きましたと。
いうことで、じゃあ北の山脈へ向かいましょう。チョコボはちょっと使わないで、戦いながら金貯めとレベル上げをしながら、行きたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとシャドウ入れたいなって思い始めてるんで、パーティー編成してから次やろうかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただければ幸いです。